今日は、まあ、自粛中で今クライミングできてないのでフィンガーボードを使ってちょっとトレーニングしていきたいと思います。フィンガーボード使ったことありますか？まあ、なんかジムとかにあってぶら下がったりはしたことあるんですけど、なんかこれで特別にトレーニングとかはしたことないです。実際使い方とかって、まあ、多分普通に、まあ、ぶら下がるだけも多分結構きついと思うんで、まあ、指、まあ、最近使えてないんでちょっと指で懸垂してみたいやりたいと思います。はい。指って何が難しくなんですか？まあ普通に登るときってやっぱり、まあ、棒で懸垂とか体引き上げるんじゃなくてやっぱり指だけ、まあ、これも、まあ、なんかいろんな溝があるんですけど、まあ、2本だったりとか3本だったりとか、あとなんか深さも全然違ったりして、結構まあいろんなトレーニングできるようになってるんで、クライミング、もう本当にクライミングのトレーニング器具って感じで、まず ここはもう多分いけるんで、普通にこうぶら下がるスタートでクリアします。何秒耐えれたら？5秒でいいんじゃないですか？5秒、うん、いっぱいやるし。4、3、4、5、これがまあ余裕ですね。もうきついえこれはまあ全然。次どれだろう？もうきついんじゃない？ここっす。はい。4個。はい。いや無理でしょこれ。いや行けます。これでしょ？はい。だってこうなってないよ。そうなってないです。それが普通です。これって肘曲げた方がいい？どっちでもいいです。やりやすい方です。マジっすか？まだ20個ぐらいありますよ。2個目なんですよ。主戦、主将交代。選手交代。いや、無理だよ。これっすかね？はい。やってなんか。え？僕は大丈夫です。お。できたないですよ、これ。もう一回、もう一回、もう一回、ちょっと。絶対もう一回無理です。何これ。やっぱ何回もやるときついもんなんですか？絶対1回目の方が疲労は少ないですよ。まだ焦っちゃう。ちょっと早いっすよ。早すぎません？余裕っすか？はい。無理っすけど、次だったら。じゃあ俺が1秒で。確かに4本だったらここなんですけど、こっちの3本の方が深い。あ、でも4本入るから。これっすね。それあれっすよ、そこだけです。支えちゃダメ。そうっすね。まだ無理ならこうなんか親指とか使ってもいいし。1秒。だってこれね、ただくぼんでるだけだから結構。じゃあ無理だよ。いけますよ。そこです。1秒でいいです。1秒。よーい、1 1秒って一緒だよ。まあまあでもいいんだよ。でも多分絶対受けないところとか出てくるし。そうだね。はい。今のは前から出てきた指じゃない。バンドいきますね。続いて なんか今の4本指だとどれぐらいですか？あのレベル的にはここっすか？うん、まだまだ超初級みたいな。そう。あー、でもどうなんだろう。ぶら下がるんだったら結構これで言うとまだ初級の方ですね。全然。次多分ここっすね。ちょっと浅くなった4。
もう第一関節ショットぐらい。いや、無理でしょ。行きましょう。だから指の本数と深さで結構そう今分かれてる。ここ。はい。浅い4本。いや無理だよこれ。1秒ですよ、1秒。よーい。ちょっと怪しい。ちょっと怪しい。飛んでましたよ。俺、腕力ない。だから、もうおかしいって言うの。怪しい。なんで？全然。関節を固めて、これ以上絶対曲がんないようにこう固めて、であとはもう普通の懸垂みたいな感じで。って感じですね。だから固めてるんで結局こっちでもあんまり変わんないと思う。ちょっと浅くなってる。なるほど。ちなみにこのフィンガーボードで最難関はこれっすね、多分超2本でこのこんぐらい、第一関節ここぐらいっすね。これいけんのかな、ぬるぬるっすよ。あー、すげー、スポ抜けそう。ここは結構やばいです。実際の課題でもまあそれぐらいの。あ、全然あります。まあぶら下がれてるんでこれでも。だから足が普通のクライミングだと使えるんで、まあ足使えるイコール負担も減るんで、もうちょい浅いやつも全然できます。指だけだとまあそれだけ負担も大きいんで。
ぶら下がるとかは結構苦手なんですよね、実は。片手でぶら下がったり、それこそ懸垂なんかやるともそんなにできないし、全然普通のなんかまあプロじゃないクライマーの方とかにも全然負けたりしますし、これのだからこれの大会があったら絶対負けますね。普通に日本何位ぐらいですか？全然下だと思うんですよ。その代わりはクライミングはその全部使える体のそれで補ってるって感じ、まあ、言うてもまあ普通の人よりはできると思いますけど、ちょっと負けてばっかで悔しいから、じゃあカイ君ちょっとやられっぱなしで僕らあれなんで一回それ着てもらって、はい、重っ、マジで普通に重い。これどうやって着るんですか？多分ね、上からスポってライフジャケットみたいな。着るのが大変なんですか？確かに。やばい、でも。悔しいから、ちょっと。これ20っす。じゃあ、カイ君20キロ背負って出してできるのか。とりあえず一番優しいところを。ぶら下がるのはいけるんですよ、全然。きつっ。じゃあ本数減らしていきますか。どこまでいけるかな。まず4本。うん、ぶら下がるだけなら全部いけると思う。めちゃめちゃ硬いです。じゃあ終わりましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。